衰弱した一匹の子猫。偶然にも女性に保護され、懸命にお世話をしてくれました。そして、子猫が保護された家には、もう一匹猫がいたのです。対面した2匹に待っていた素敵な暮らしとは。可愛らしい2匹の姿に、皆さんも癒されること間違いなしです。韓国に住む一人の女性は、この日、街中をさまよっている子猫に出会いました。子猫の周りには、母猫や兄弟猫の姿もなく、一人ぼっち。どうやら、生まれて間もなく、母猫と生き別れになってしまったようです。そんな子猫を見つけた女性は、自らの自宅に連れて帰ることにしたのです。この時の子猫はひどく衰弱していたため、女性は体を温めたり、ミルクや食事を与えることに専念しました。早く元気になってほしい。と、そう願いながら、24時間つきっきりでお世話をしたそうです。そして、子猫は少しずつでしたが、順調に回復の兆しを見せ始めました。きっと女性の早い対応が良かったのでしょう。また、子猫のお世話をしたのはこの女性だけではありません。彼女の家にはすでに一匹の猫が住んでいるのです。うちの猫に子猫を合わせたらどんな反応をするかしら。女性は子猫の体調が安定してきた頃を見計らって、アイネコと子猫を対面させてみることにしました。すると、彼女の猫は嫌がる素振りも見せず、子猫に優しい態度をとってくれたのです。猫はまるで我が子を守るかのように、子猫のそばから離れなくなり、子猫も甘える仕草をしていました。子猫を抱きしめながら眠る猫の姿はとっても可愛いですね。2匹は出会ったその日のうちに仲良くなったので、女性も安心したことでしょう。女性が子猫を保護してから数日後、ようやく体調が回復してきた子猫はご飯もよく食べるようになり、ますますお母さん代わりの猫にべったりです。食事をするときも、お昼寝をするときも、また遊ぶときも、2匹は一緒。子猫が元気になれたのは、うちの子の存在が大きかったと思います。と、女性は嬉しそうに言いました。道端で一人ぼっちだった子猫は、親切な女性とお母さん代わりの猫によって、今では見違えるほど元気になったのです。女性はその後、子猫のことを新しい家族として迎えるようになりました。相変わらず2匹は仲が良く、誰もが本当の親子と思うでしょう。これからも仲良く素敵な日々を送ってほしいですね。そして子猫の成長も楽しみですね。子猫ちゃん、新しいお母さんができてよかったね。本当の子供ではないのに、すんなり受け入れてくれた猫も素敵だな。事情はわからないけど、もしかしたら猫はお母さんになりたかったのかもしれないね。血はつながっていなくても、子猫を守る姿に心打たれたお話でした。ご視聴いただき、ありがとうございました。